えー、こんにちは対立選択肢の英作文について解説していきますあの英語の試験とかでよくあると思うんですけども2つの主張があってお互いに相入れないそんな時にどっちが良いかあなたの考えを述べなさいみたいなそんな問題ってありますよねそういった作文を書く時にどういう風に考えていったらいいのかというアプローチを一つ紹介したいと思います 例えば、えー、ここに問題の例があります、えー。以下のトピックについて書きなさいと。えー、大学が男性と女性同じ数だけあらゆる教科で受け入れるべきだ。この主張に対してあなたはどの程度賛成または反対ですかどっちかの立場に立って論じないといけないということですね。で、それに対して、えー ちゃんと自分の答えに対する理由を述べなさい。また自分の知識とか経験に照らして何か関連のある例を出しなさい。そして250字ぐらいで、50単語ですね。55ぐらいで書きなさいと。まあこんな指令が出てます。こんな問題が出て,出てきたときにどうやってアプローチをするかと、えー。4つのステップで考えてみたらいいと思います。まずは指示をきちんと理解する。 そして対立構造を分析する。その後に実際に文章を書いて、最後に指示通りにちゃんとできたかどうかを確認するという、こういう4ステップです。えー、まずステップ1、250ワーズ、最低でも書かないといけませんというふうに書いてあるんですけども、 え最低でもということで、これより長い分には構わないんだけども、これより短くなると減点の対象になってしまいますので、ちょっと多めに、2割ぐらい多めにということで、250ワーズだったら1.2倍して、300ワーズぐらいを目標に書くといいでしょう。300ワーズって言っても、ああ作文に慣れてないと、一体どのぐらいの長さなんだろうというのが分かんない場合もあると思います。 ですので、文の数にすると、大体一つの文章が12ワーツぐらいですので、300を12で割って、まあ、文の数でいうと、25個の文を書くぐらいのイメージでいるとちょうどいいかと思います。で、最後に、ちゃんと理由が書けてるか、そして、イグザンプルが挙げているかということも最後にチェックしましょう。このステップ2が、一番の中核となるとこですね。 まずは対立とする選択肢は何か。そしてそれぞれの選択肢によって満たしたい要望は何か。そしてその要望を両立できた時の共通目標は何か。そして要望と選択肢がどのようにくっついているのか。この要望を満たすために選択肢が必要となる理由を考えていく。そこまでできたら、 片側の理由ともう片側の理由とどっちの理由の方が強い説得力を持っているのかもしくはどっちの理由の説得力は弱いのかこういったことを考察しながら自分がどっちの立場に立つのかという判断を下していくというステップですこれについては例を見た方がわかりやすいですので実際の問題を解いていこうと思いますまずステップ2の1として対立する選択肢を考える えー、この問題の場合ですと大学はあらゆる事業において男女同数を受け入れるべきかもしくは受け入れないべきかこういった選択肢の対立に直面しているわけです。じゃあなんでそういう2つの選択肢が出て,きたい出てきてしまうのかというのを考えてみると実はそれぞれの選択肢にいいとこ悪いとこがあると思うんです。今は、えー、それぞれぞのの選択肢の いいところ、まあ、つまり満たしたい要望というのを、えー、考えていきたいと思いますこういうふうに問いかけしてみます男女同数を受け入れることで大学は一体何を達成したいんだろうかこうやって考えてみると男女同情を同数を受け入れることで例えば男女平等を実現したいとかもしくは事、えー、業履修者を男性も女性も入るようにして多様性を確保したいとかそんなことが考えられます じゃあ一方で男女同数という制限は設けないとしたら、それによって大学は一体何を達成したいんでしょうか例えば、能力の高い学生だけを取りたいとか、意欲の高い学生だけを取りたいということが考えられます。じゃあ、男女平等を実現したいとか、事業履修者の多様性を確保したいとか、能力の高い学生を取りたい、意欲の高い学生を取りたい、 こういった要望がてて叶えば、大学としはは一番ハッピーなな状態になるはずです。つまりこれらによって大学は優秀な人材を輩出して実績と評判を高め続けることができるだということになりますじゃあここからが、えー、作文で理由を書かないといけないところの分析ですねそれぞれの要望を満たすために選択費が必要となる理由っていうのを考えましょう 例えば1つ目です。男女平等の実現とか事業・履修者の多様性を確保するためには男女同数を受け入れるべきであると考えるのはなぜだろうかなぜならばと考えてみると男女同数を受け入れることが平等であると考えているからとか男女では思考や行動の様式が大きく異なるので男女を混ぜると多様性を確保することにつながると考えているからとか。 こんなことが考察されます。では一方で、能力の高い学生や意欲の高い学生を確保するためには、男女同数の受け入れをすべきでないと考えるのはなぜだろう。それはおそらくですけども、男女同数というルールを設けてしまうと、仮に能力が意欲が高くても、性別が男性だった、あるいは女性だったという理由で入れない人が出てきたり、または 逆に、能力や意欲が比較的低くても、性別の理由で助けられて入れてしまうということも出てくるんじゃないかというふうに考えられます。今、二つの理由を出してもらったわけですけれども、どっちの理由の方が強い説得力を持っているのか、またはどっちの理由の方の説得力は弱いんでしょうか、で考えてみたときに、 男女同数をあらゆる科目で受け入れるということが本当に平等なんだろうかと。こうやって言われてみると、数を平等にしたからといって、それぞれの人が平等に扱われているとは限らないので、なんか無理があるように感じないでしょうか。もしくは、男性の中にだっていろんな人がいるし、女性の中にだっていろんな人がいると。そういうことを考えると、 男女同数にすると、すると多様性につながるという主張も必ずしも正しいとは言い切れないんじゃないでしょうか。こういったことから、まあ一つの結論の例として、私はあらゆる科目で男女同数を受け入れるべきという考え方には同意できないということに、えー、いうのが導かれます。ここで出した例はあくまでもステップ2.1から2.5の例であって、えー、 このステップを覚えてもらうということが重要で、この市町村のものについては、あくまでも例だという風うに思ってください。ここまでできたら、実はこの分析の、えー、順番にそのまんま文章を書いていけばいいわけです。大学はあらゆる事業において、男女同数を受け入れるべきか、受け入れないべきかという選択肢の対立に直面しているというのを文章にします。で、男女同数を受け入れると一体何を達成したいのだろうか。こういうことが考えられます。 男女同数という政権を設けないと一体何を達成したいんだろうかこんなことが考えられます。そして、こういった全ての要望を叶えるならば、大学というのは優秀な人材を排出できて、実績をも高めるし、評判も高めることができるでしょう。じゃあ、というので、男女同数を受け入れるべき理由は何だろうってまた考えてみる。男女同数を受け入れないべきなのはなぜだろうというのも理由を考えてみる。 こういうふうに考えた後に、えー、男女同数をあらゆる科目で受け入れると平等だという考え方、もしくは、えー、男女同数とすると多様性につながるという考え方は弱い主張なんじゃないかという考察から最終的な結論として、えー、あらゆる科目で男女同数を受け入れるべきだという考えには同意できませんという最後結論に至るわけです。このように分析そのものがそのまんま、えー、作文になっていくわけです。 で、こう言って書いたものが、えー、書き終わった作文がこれです。えー、最後チェックしないといけません。250ワーズ以上書かれてますかえー、まあ実際このぐらいの文章で330ワーズでした。で、ちゃんと、えー、あなたの主張の主張に対して理由が入ってますかまあ理由のところがこの青文字の部分です。ちゃんと例が入ってますか例の部分が赤文字の部分です。ということで、ちゃんと指示通りの文章が書けました。こんな形で、 あなたはどっちの立場ですかというのを、えー、解く問題、書かないといけない問題があるんですけど、実はこれはこういった形で図解することができます。対立する選択肢、一つ目と二つ目はどうなんですか一つの選択肢によって何を実現したいんですかもう一つの選択肢によって何を実現したいんですかそれらの共通目標は何ですかそして、 こちら側の要望を満た,す満たそうと思ったときに、この選択肢を取らないといけないのはなぜなんですかこちら側の要望を満たしたいときに、この選択肢を取らないといけないのはなぜなんですかそして最後に、こちら側の理由とこちら側の理由、どちらが強くてどちらが弱いんですかこういったことを順番に交築していくと、す、え、べ、ー、ての科目で同数にするのかしないのか、それに対して同数にすることで実現したいことはこれ。 同数にしないことで実現したいことはこれ。共通目標はこれ。男女平等や理修者の多様性確保のためには同数にすべきだと考える理由はこちら。能力や意欲の高い学生を取るためには同数にしないべきだと考える理由はこっち。でもこうやって書いてみると、こちら側の理由というのはかなりクエスチョンマークがつく。ちょっと弱い主張だということが分かったので、結果として、 私はこちら側の男女同数にすべきではないという主張をに賛成します。こういったふうにまとめることができますので、実際作文で問題が出たときに、ちょちょっとしたメモで、このフォーマットを使って、下書きをして、その後に本番の文章を書くと、非常にスムーズにいくんではないかというふうに考えています。どうもありがとうございました。